オーバーンは、アメリカ合衆国メイン州、アンドロスコッキン郡に属する都市であり、同軍の軍庁所在地である。ルイストン・オーバーン都市圏に属する二つの主要都市の一つであり、2010年国勢調査で、の人口は23.055人で、州内では人口で第5位である。ルイストンとは、アンドロスコッキン川を隔てて対岸にある。メインストリート、 1912年ゴローバーン氏のある地域はもともとアベナ貴族インディアンとイギリス人開拓者の間に和平をもたらしたポーツマス条約に続いて1714年にボストンとポーツマスからの共同事業者が購入した土地であるペジェプスコット買収の一部だった。しかし1736年にマサチューセッツ湾植民地議会が 1690年のケベックの戦いに従軍した退役兵のためにこの土地の多くの部分を認可した。この所有権の混乱のために訴訟が長引いた。最終的にフレンチ・インディアン戦争の後まで開拓が遅れることになった。1786年に美濃市の一部として最初の開拓が行われ、1802年に自治体に編入された。 オーバーンとしては1842年2月24日に独立した自治体になった。オーバーンという名前は明らかに1770年に詩人オリバー・ゴールド・スミスが表した見捨てられた集落に出てくる地名から取られていた。当初はカンバーランド軍に属していたが1854年にアンドロス・コッキン軍を創設した時にその軍長、所在地になった。 1852年に隣接するポーランドの町の一部、1873年にミノー及び、1867年にダンビルのすべてという風うに周りの町の土地を併合して行き、面積でメイン州最大級の自治体に成長した。1868年には市政が敷かれ、1917年には市政に市政委員会、シティマネジャー方式を採用したことでは、 メイン州で初の都市になった。当初は農園で穀物など農産物を生産していた。しかし、1823年にルイストンとを結ぶ橋が架けられ、1848年1月にはポートランドからのアトランティックセントローレンス鉄道が開通したことでオーバーンは工業都市に発展していった。工場の動力は アンドロス国境側やリトルアンドロス国境側にある滝の水力から得られた。1835年、靴製造の工場が開業された。他にも、モメント毛織の繊維、馬車、鉄製品、レンガ及び家具の工場が作られた。1860年、の人口は約4000人に過ぎなかったが、1890年には約12000人に成長した。 この頃靴製造のために多くのフランス系カナダ人が移民してきており、その多くはケベックから列車で来ていた。1960年頃まで人口は成長を続け約24,500人になった。アンドロスコッキン側の対岸に並ぶオーバーンとルイストーンはツイン式と呼ばれている。オーバーンでは1800年代後半までに靴、製造業が主要産業になった。 オーバーアン師匠は外周に様々な靴をかけた紡ぎ者を描いており、1800年代半ばにオーバーンがメイン州の靴製造中心になっている時にデザインされた。1917年時点ではオーバーンで世界の白キャンバス靴の75%を生産していた。しかし、第二次世界大戦後靴製造業は衰退をはじめ、 1957年から1961年にかけて大工場が閉鎖された。オーバーンは北緯44度5分21秒整形70度14分29秒、北44.08917度整形70.24139度、44.08917-70.24139に位置する。アメリカ合衆国国政調査局による報告では、 オーバーンの市域全面積は65.8平方マイル。このうち陸地が59.8平方マイルであり、水域は6.0平方マイル。水域率は9.13%である。市内をアンドロス国金側やリトルアンドロス国金側が流れている。グローブ湖、1911年以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 コート通りとメインストリートの角、1908年頃オーバーンは、アメリカ合衆国会員では、メイン州第2選挙区に、メイン州上院では、第15選挙区に、メイン州会員では、第68、69及び70選挙区に、属している。市内は5つの区に分かれている。市政府は1人の市長と7人の委員からなる、市政委員会である。委員は5つの区から各1人と、 全市から二人が選出されている。市長は、全市から選ばれる。オーバーンの現職市長は、リチャード・グリーソンである。アンドロス・コッキン・グンビール1912年頃、ハット・エビー・ステート・カウンティー・クイック・ファークツ、オーバーン・メイン、2011年12月24日閲覧、U.S. ギャザティア・ファイルズ、2010,2000、アンド1990。19 United States Census Bureau, h t t p w w w c e n s u s g o v g o w w w g a z e t t e r g a z e t h t m l 2 0一1年4月23日閲覧フォグラー、アクセストディセンバー、2007オーバーンシティ、メイン、ポピュレーションファインダー、アメリカンファクトファインダー、 ありがとうございます。